はよう。おはようございます。おはようおはよう。あ、すごいな。これな、もう11時今。ちょうど50分。だけど来たの45分ぐらいだな。まあもっと、もっと前か。40分ぐらい前か。はい、でもうほぼ組んどる。ちなみに俺久々にさ、なんか今日あいつおらんじゃん。ああ、はい、口うるせえやろ、魚顔のやつ魚顔なんて言うよ、あいつの悪口マジで悪口だから、なんぼでも出てくるけどなコメント欄でも悪口、あいつ上位よな、なんかボルトって言われると、ボルトボルトって言われるんだよサインボルトって言われるサインボルトです足速いやつ足速いやつ、それは、はい、見っちゃうえ、イケメンっすお前、そういうのいらんてないらないですねかっこいいと思うっすよねかっこいいと思うっすよね上から上からかっこいいと思います出てくるかなんか男らしいとこだからハートの話なんかしてないハート悪いやつがうちすぐ首だから瞬殺で首だから俺顔っすか顔がいついてもらう悩んどるじゃん髪型かっこいいっす髪型いやもうそれやばいっすカットしてくれないやだいいやそんなダメだ、カットすんなちょこちょこチェックしてるチェックしてるチェックいや、自分が映ってたらしか見に行かない絶対見てないです、自分が映ってたらしかで、まあまあ今日は足場の話、ちょっと本当真面目な話したいんだけど実際ここ、あのうちの会社ってさ株式会社七色と南施工サービスっていうのがあるんだよねまあ社長は両方俺なんだよねそうです今のところはねで、まあこれ何が違うって練り替え道場っていうのは七色に属しとって営業会社みたいな感じだよね、はい、で、施工部門が南施工サービスか、はい、で、お前らこっちに所属しちゃうんだよな、どっちかで、こっちの仕事をきちっと営業から受けるんだよね、一個一個受けても、そうすると、まあ柴藩の売り上げっていうのは毎月ちゃんと出るんだよな毎月出ますで、ガソリン代とか高速代とかも全部細かい経費が出て、ね、どれだけの利益が出てるよっていうのもザグッと出るんだよな、はい、出ますで、お前らやっぱその数字意識してるんだよ毎月絶対とか2日に出てくるんで、うん、その数字が大体、うん、まあその1日1人いくら稼いでるのかっていうのが大体出てくるんで、うんうん、で1件あたりも出るんだろ全部出ますで俺も今日来る時にたまたま見たら、まあ、ぶっちゃけこの現場は34万だよね、はい、34万材料費も全部込みだけど、はい、で営業から平米とかで受けるわけじゃん、はい、見たらちょっと違うんじゃないとかそういうとこまでやるの今は全部追加出してます平米違うのがもしオーバーしてるんだったら、うん、それ分の追加くださいああなるほどなで追加工事とかもあるの現場入ってなんか追加依頼受けるとかああそれもありますそうなんですか例えばそれも結局あのもともと組まなくていいところをまた組んでほしいとかああそういうことだねそこもともと触らないんだけどなんかお客さんと喋ったらまたなんか触ってほしいとか言われたからその追加とか、うんまあ、結局あとはバラすのもありますねもともと組んであったところをなんかバラしてほしいっていう先に、うん、ああそういうことなあ2回バラしみたいなバラバラみたいな感じで入ってみたいなお前は待ってるだけだいやその通りだなその通りだなっていやいやその通り、はい、実際お前もちゃんと金額もチェックしてんの一応まあ、はい、これ間違っとんなあっとんなとかそういうの見てん一応最後に平米計算したりして、うん、やってます、うん、あ計算して、はい、でまあ実際にこうやって、まあ、物件受けていくと、まあ、どれだけ利益が出てるよとか、まあ、そういうのが、まあ、出ると思うんだけどちなみにそのこの物件34人の人数で言ったら何人で終わそうと今日どういう段取りなの今日今ちなみに7人いるじゃんいますね朝かな、はい、でもほぼほぼ組み上がってるな、はいまあ、多分行って俺手止め休憩しようぜって言われたらもう12時絶対終わっただろうまあ骨は終わっただろう骨は多分それぐらいあのメッシュ以外、はい、シートねあの養生シートみたいなの以外は全部終わっとると思うんですけど実際に、ね、どういう段取り今日は僕と僕のが昼から抜けますどこにブラスカラオケゴルフかボーリングゴルフかボーリングカラオケの方じゃないんだ、はい、最近ボーリングなんだボーリング行く足場組んだと思ったらこの崩しに行くうわーってまあまあいいから出しながらこいつあのねえゴーからどこ行くの外部のバラシがあるんで外部のバラシっていうのは塗り替え道場株式会社七色以外の仕事をするかなうちは今塗り替え道場の仕事と外注さんっていろんな建設会社さんからもらう仕事が比率ちなみにどれぐらいあるの今は外注さんの方が多いじゃないですかねあ外からもらう仕事の方が多いんだ外からもらう仕事の方が多いねお前あとでかいですよねでかいですでかいあ外がなそう何千平米あるなで安全帯問題最近ちょこちょこやってるけどまあ外はもう 100% 100% だろ、まあ、それはそうだな建設会社お客さんがね、はいで外の仕事やって月売り上げどれぐらいあるの足場班として
月っすか、うん、もう何千万ですね。お前あんまり知らんもんね、今それ分かんないんだよ。いや、何千万ってなったらやっぱそれつい答えたよ。数字ですよね。まあ、いい時で2000万ぐらいって言ったのかな。1500万が2000万ぐらいっていう話をまあしとったんですけど、最近見た時は1700万ぐらいだよ。1700万足場だけだからね。足場だけだよね。で、2階どうしようかね。で、まあこれ例えばまあさ、これお客様も見とるもんであれだけど、お客様からまあ40万もらってもやっぱ34とかになるわけじゃん。で、ある程度 何割かをまあもちろん抜かれるっていう言い方があるけど、まあ営業の段取りとか車の駐車場を取ったりとかあるもん。まあもちろん営業会社が利益はもうしとるんだけど、で逆に民間は違うよな。民間は営業は逆だもんな。あの足場は無料とか言ってるもんで、お前らに出す方が高い。お客さんからは5万円しかもらってないんだけど、一軒が最低が10万か。戸建てが最低10万かな。組み払いで、まあ、2週間から、まあ、長いやつはちょっと別として、まあ、最低ランクが10万っていうけど、実際に1人区でどれぐらいやってるの。まあ職人さんとかで、あ、独立して足場材買ったらこうだなだ計算するっていうのがいいと思うんですよ。僕らででも1人区だいたい3万先月から6千とか3万も先月、それはもう材料込み、トラック込みだろ。そうそうそう、あの一般のお客さん見とったらそんなに儲かるとんか小林さんと思ってくださいよ。その中にあの材料リース代、資材置き場代、あ、資材置き場代、あ、50万だろ、140か150だろ、140か、そういうもんがもろもろ入ってくるんだよね。実際にじゃあ、まあ、ここもぶっちゃけ本当にもうあのね、これお客さん見とってもいいや、34万、これ本当にあのこれば必ず必要なんですよ、これやらねえ。お客さんが見て俺リスクしょってる喋ってるね。だけどあの勉強になるなって、俺は勉強になるような動画を作りたいので、もちろん楽しいのもいいけど、勉強になる動画にしてあげたいなと思うんで、まあぶっちゃけのところだね、34万で、まあ何人できるの、はい、で7人で昼から3人抜けるの、4人なので 5.5 人くすね。いや、かっこつけてるやん、こいつ。うん、今日午前7人で入って、まあでも行って昼ぐらいで抜けて、あんな残るのかな。んかメッシュ張れるでしょ。まあ張りますよ。メッシュも張らんでたでしょ。行けるとこまで行きます。行けるとこまで。メッシュだけでそんなかかる。とあとはトチ君との連絡やり取りでまた変わってくる。あ、それはそれ、お前はまた別のとこなの。さっき取った物件は、お前は別のバラシを4人だけでやらなかった。3人、はい、3人だけで、はい、もうバラシで取材置き場に戻るんだ、はい、でお前はその伊藤君、トチ君の物件の流れの感じでここを置いて、まあ、一応工程足も取っとるもんで、そっちに手伝いに行くみたいな。あ、まあ足場さんそういうの多いよね。多いですね。で実際にやっぱ1台2台だとなかなか大変なんだよ、ね、変に材料持ってやっても結局同時に回ってかんもんだよ。だけどある程度規模があって、今トラックにならない発売があるの。そうするとまあ足場さんもまあほろ酔いないい感じでまあ回っていくんだよ。時期的なちょっと足りる足りんはあると思うけど、実際にだって足場って、まあ、もう今厳しい、値段が厳しいとは言うけど、仕事もないやね。まあね、足場やもんやっぱり品質上げていかんと、もう今足場っていくらでもあるじゃん。だからまあ実際に、まあ、まあ金にはなるのかな。資材持ってないと多分でもそんな利益が上がらないんじゃないですかね。あ、まあ資材に持ってかれるな、はい、まあリース代は結構するな、はい、でも戸建ては結構回るよな。戸建てのお客さんを、まあ、塗装屋さんでどれぐらい規模あるかわからんけど、月40棟ぐらいか、毎日2件としても最低40棟ぐらい取れたら、まあ、3人目でもあるもんな。40棟ぐらいなんで3人じゃ回らんもんな。回らないですね。2人でだって1件、あ、でも組原がやれんか。うまいことうまいこと組原に出てればいいけど、はまらんもんな。はまらないで重なるだろう、思考だろうな。まあ、まあ、40棟ぐらい取れや、まあ、それなりいいんじゃない。トラック2台持ちで5人とか6人ぐらいか、だったらまあそれなりに変わるんじゃない。600万でしょ。40棟あったら400万か。一番ちっちゃくなるな。だからそれなりに材料もペイできると思うしな。で一軒家で大体あれ材料いくらぐらいするの。なんか一昔前7、80ってイメージだけど、まあ、普通の一般住宅で5、60みたいな。材料持ってたらでも、いや、買うから、買い出したらでも高いじゃないですか。それ1本何千円とかじゃないですか、うん、でも1トンに大体100ちょっと使うんで、結局はそんなに使う。使います、使います。で2000円として100本だったら20万で、サブも大体70本ぐらい使ってくるんで、50から80ぐらいかな。そうですね。でそれはその平均的に買えるんだよね。そうですね。まあその3等分だけ買おうと思ったら細かい部材いっぱいいるから、うん、で結構いるよな。例えばもう20等分とか30等分って買うならそれも安くしてくれると思う。ああ、安くもしてくれるしな。それだったらそれなりになるのかなと思うけどな。勉強になったでしょうか。もうほとんど喋ってない。いや、僕は勉強になったっす。お前が勉強しちゃったっすよ。まあだけどね、ほんと、まあ、今こういうご時世だね。やっぱ足場さん今潰れていくとこもあるね。多いですね。うん、
ね、ほんで買ってとかさ、まあ、材料だけ買ってくれんっていう声はもう何社も来とるし、やっぱね、実際いろんな話もあると思うんで、まあ、皆さんも、まあ、こういう機会だからこそ絶対に暇が続くことはないから。そう、ね、俺ももう15年経営者やってるんで、もう絶対これなもん。暇の時にどんだけ耐えれるかだよな。バカみたいな、最近バカみたいな YouTube やってるんで最近バカみたいなことちょっと俺これ置いたら潰れるかって、ちょっと飲み歩きがひどくなってきてるような気もするけど、まあでも言って高いとこいかんだな俺。そうですね、その辺の社長さんみたいな、逆にうまいでな、ギャラ飲んで帰るから。じゃあ俺は仕事以外、コンパニーが呼んでるだけだよね、あれは。そうですね、仕事はお客さんと飲む時だけじゃん、一人でいかんだろって。ちょっと待って、誰か一人で一人デビューしたら、それ寺道じゃないですか。これカットするな、カットするな、カットするな、カットするな。そう、あいつ一人で行ったですよね、一人で行ってますよ。これってカットされんぞ。いや、これレイジ君から聞いたんだ。なんで俺やったんだ。安いやん、1時間も遅いんだからな。そうです、キャバ嫌より全然安い。安いっす。でのね、変なシャンパン飲ましたりとか、なんかドリンク飲ましたりとかないし、ね、なんで、まあ話はちょっと逸れちゃったけど、まあ本当足場職人だったら、まあ夢持ってね。でトラック持ちの手間とか今うち募集してんの？一応募集してます。いたらいいっすけどね。ただでもそんなうまくいい人がいない、うん、港の静岡に来れるやつだもんな。だって三重の方とかの方がいいよな、助かるよな。そうです、三重とかで材料取りに来てくれて、まあやってくれるならありがたいな。で在庫でやられて、まあ、いくら出せるかわからないけど、ソーダ選手、うちも材料しっかり持っとるでな。だから手間受けでやりたいとか、トラック持ちで、まあ、乗用でやりたいっていう子は、まあ、ぜひ声かけてくださいって感じか。で、ね、今日も応援入っとんだろ。入ってます。応援っていうのは、まあ、職人さんは知っとると思うけど、5人おる会社のうちの、まあ、1人か2人がうちにちょっと暇で手伝ってとか言って、あって使ってくれって来とるわけだね。まあ、そういうのもやれると思うんで、ぜひあのいっぺんまた声かけてください。あ、もう一個、あの求人道場って、いつも求人道場建設業専門で検索してもらうと、あの求人マッチング、今もう250社超えたんだな。これの方で200社200社って言うでしょ。で250社超えて掲載が150社ぐらいかな。で、あの要は職人さんが全国だよこれ。全国の建設会社と職人さんのマッチングがこれ完全に無料でできるんで、ぜひ、ね、また足早さんとかも結構出てるからぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、またねー。あいつの作業員ってのは何だ。簡単っすよね。うん、アイズフロンティア。アイズフロンティア、なんかコメント来とったな。僕のインスタにも来るんですよ。なんであのイケメンが履いてるあの作業着って何ですかとか言って。あ、マジで。もう無視っすね。俺のやつ聞けよってなんで俺にいちいち簡単なあれ聞いてくるの。あいつ、なんかインスタやってないの。やってますよ。だからそっち行けよな。そうそうそう、うん、検索して行けや、みんなやってるしね、うん、ぜひまたやってください。お前もやってるだろ。僕やってます。ぜひまたよろしくお願いします。じゃあ